JR 名古屋高島屋六階婦人服売り場より期間限定で展開している抜き手パをご紹介いたします。セレクトショップで人気の抜き手パがオンリーショップとして名古屋に初登場いたしました。インド綿の心地よい素材感とお手入れが簡単なウォッシャブル素材を基本としたウェアやバッグやサンダルまで幅広く展開をしております。ただいま抜き手パでは税抜き3万円以上お買い上げのお客様にこちらのサイダルバッグをプレゼントしております。大変使いやすいバッグになっておりますので、ぜひ3万円以上まとめてお買い上げの方お願いいたします。抜き手パのおすすめ商品をご紹介させていただきます。こちらカシュトゥール風のワンピースです。横にスリットが入っているところと、こちらリボンが2箇所ついておりまして、こういって取っていただくと機関風にお召しいただけます。ブラウスを合わせていただいても、合わせのパンツと素敵に着回していただけます。袖に、こちらゴムが入っておりますので、少しブラウンジックしていただいて、着ていただくと着合わせの効果も、あると思います。カラーは3色展開になっておりまして、ピンクと、こちらのマルチカラーがございます。暑い夏にも体に張り付かず、とても涼しくお召しいただけますので、おすすめの商品となっております。抜き手パのスメスタイリングその2です。こちら、レースのワンピースなんですけども、ヘムラレースで3種類使っております。こちらの3種類のレースを使っております。でこちらなんですけども、今白着ておりますけども、インナーが全てのお色に入っておりますので、1枚で着ていただいても全く透けがございません。でお色違いが、ネイビーとパープルなんですけども、全くイメージが違うような形で着ていただけます。で、あとは白ですのでアクセントでこういう可愛いワンポイントのサンダルを使っていただいているアクセサリーで小物を足していただいたりですとか、あとはこちら抜き手パのおすすめのバッグになるんですけども、ゴールドのものを持っていただくとよりエレガンスに、していただけますし、揺れるワンピースなので動きがすごく出るおすすめのスタイリングになります。抜き手パのおすすめコーディネート3つ目になります。こちらのワンピースは少し張りのある素材のワンピースです。おすすめのポイントとしてはこちらのはしごレースになります。こちらのレース、切り替えになっておりまして、その下が少しフレアが入っているデザインになります。このフレアのラインが動くとすごく綺麗なラインが出ます。後ろ下がりのシルエットなので、背の高い方から低めの方まで、綺麗なラインで着ていただくことができるデザインです。こちら胸元は、一つこうくるっと結ぶ感じで着ていただくと、ちょっとこう甘さを抑えた感じで着ていただくことができると思います。肩はフレンチスリーブになっていて少し隠れるデザインになっているので、二の腕を、少しカバーできますので着やすい効果も期待することができます。こちらのワンピース、お色違いは白とブルーのストライプの3色の展開になっております。どの色も爽やかですごく素敵な着こなしができると思います。足元はぜひこういったキラキラのサンダルなどで合わせていただくといいかなと思います。